札幌ドームからお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦、北海道日本ハムファイターズ対オリックスバファローズの24回戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤バッテリーにとって大事なことって何でしょうか。まあとにかくイニングの先頭バッターを出さないようにして序盤の展開をコントロールしたいですよね。なるほど、序盤コントロールできるのはどちらでしょうか。まずはファイターズの真ん中打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。初球ストライク。バッターの新井、今シーズンの得点圏打率は5割9分1厘となっています。高めのボール、この打球は落ちるか、どうだ、ヒットになった。ホームに送球する。これで5試合連続安打。ノーアウトランナー3塁1塁。真ん中打ちました。これはどうか、ホームに送球する。タッチはアウト。これでワンアウト。まあここからどう抑えるかですね、でもまあ次のバッターはチャンスに強いですからね。初球の入りは気をつけた方がいいでしょうね。そうですね、さあ気をつけていきたい。小栗打席に入っています。ノーボールツーストライクです。ここはゴロを出したいですよね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。里崎さん、ゲッツーを狙うときはどういうリードをするんでしょうか。アウトコース打ちました。このチャンス打ち上げてしまいました。インフィールドフライでツーアウト。この打席でシーズン本塁打記録更新とはなりませんでした。これが初球、打ちました。セカンド取った、一塁へ。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあ先ほどのシーン、リプレイでご覧いただきましょう。先制のチャンスがあったバファローズですが、そのチャンスを生かせませんでした。2回表に入ります。バファローズの攻撃、バッターは注目のルーキー金村。前回のゲームはマルチアンダーを記録しています。引っ張った、サード取った、アウト、ワンアウト。バッターは山本、現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン有原、まずは先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャー有原、そしてキャッチャーは石川。このバッテリーをバファローズ打線がどう攻略していくか。ファウルになります。インコースへ大きく外れます。さあ5球目は何か。またファウル。6球目は何で来るか。真ん中打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターは注目のルーキー山下。前回のゲームで猛打賞を記録しています。いやー、固め打ちでしたよね。はい、さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。ヒットでランナーを一塁に置いています。今日の先発ピッチャーは有原、ここまで6勝をマークしています。当然ノーマークにはできませんよね。打った、高く上がった。この当たりはどうか、まんまん中、左中間破っていきました。バッターランナーは二塁到達。ファイターズピンチになりました。ワンアウトランナー三塁二塁。さあ初球は何か。初球ボール。ここは三振を取りたいですよね。そうですね。バッターボックスの牧、今シーズン得点圏での打率は5割飛んで4厘となっています。さあ4球目は何か。打ちました。ホームに送球、サードランナーホームイン。バファローズ1点を先制しました。センター前へのタイムリーヒット、1対0ファイターズ。なおも3塁1塁のピンチです。ここで先制点を奪われてしまいました。まあ注意すべき相手でしたよね。この一打で先制点を奪われました。ここで離されたくないですからね。まあそして勝負強いバッターが相手ですから。一塁はセーフ。
初球は何で来るか。まあ初球ボールになりましたけど、低めを徹底したい場面ですからいいと思いますね。はい、ここは低めにコントロールしたいところ。打ちました。ショート取った。二塁を送ります。セカンドフォースアウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。先ほどのプレーです。これ以上点差を広げたくない場面で見事ダブルプレーに仕留めました。ここをゲッツーで仕留めたというのは大きいと思いますね。しかしこの回バファローズ先に点を取りました。1対里崎さん、立ち上がりに攻められてしまいました。今日は本調子ではなさそうに見えますが、いかがでしょうか。まあただベンチとしては最低5回までは投げてほしいと思ってるでしょうね。そうですよね。打ちました。ライトに大きな打球。ライトバックバックバックする。フェンス直撃。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー二塁です。まず何を投げてくるか。まずはボールから入りました。バッターのデイビス、今シーズンの得点圏打率は6割飛んで1厘。2球目打ちました。バックホームする。ファイターズさらにピンチになりました。ノーアウトランナー3塁1塁。初球は何から入ってくるか。打ちました。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バファローズ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。2対0になりました。ファイターズこれで2点ビハインドとなりました。抑えたかったんですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。まあ踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。この序盤戦さらにリードを奪われます。バッターは5番クリ。ファイターズこの回1点を失っています。さあ2点を離され、なおも得点圏にランナーを背負った場面。ちょっと打ち込まれてますね。間を取って落ち着きたいところですね。はい、バッテリーもそのあたり意識しているでしょうか。三振を取りたい場面ですよね、ここは。なるほど。さあどういうリード。豪快なスイング打ちました。弾き返した打球はセンターへ。サードランナースタートを切る。サードランナーホームイン。バファローズ1点追加します。犠牲フライを決めてきました。3対0ファイターズ。もうこれ以上点はやれません。ご覧いただきましょう。ここで犠牲フライ、得点を許しています。まあキャッチャーがもう少しうまくリードしてあげるべきでしたよね。この犠牲フライで追加点を奪われています。バッターボックスは6番金村。ファイターズこの回追加点を許しています。里崎さん、ちょっと苦しいピッチングが続いてますね。まあ本来の調子からは程遠い出来だと思いますね。ああなるほど。2球目打ちました。ファイターズピンチになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。さあそしてバッターボックスには山本入っています。さあ得点圏にランナーを背負った場面です。まだ序盤ですが、あまり離されると厳しくなりますから、ここはしっかり抑えたいですね。打った、高く上がった。これはどうか。センターオーバーのヒットになりました。セカンドランナーホームイン。ホームに送球。ファーストランナーもホームイン。バファローズが突き放します。右中間へのタイムリーヒット。5対0ファイターズ。もうこれ以上点はやれません。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。まあ注意すべき相手でしたよね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。8番バッター山下。まあファイターズバッテリーとしてはもう1点もやれない状況ですからね、しっかり抑えて反撃を待ちたいですね。はい、打った。センターバック、センターバックする。ボールはそのままフェンスに直撃。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは2塁まで進みました。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。6対0になりました。ファイターズなおもピンチです。高めのボール切れていきます。ファウル。2球目打ちました。取ってツーアウトです。打順は1番に帰ります。バッター大石。先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。ツーアウトになっています。外れましたか。いいボールでしたけどね。はい、変化球わずか。打ちました。この打球は落ちそうだ。
ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バファローズ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、7対0、ファイターズもうこれ以上点はやれません。さあバッターは新井、この打席でホームランを放てば今シーズンファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球する、セーフ、盗塁成功、打ちました。弾き返した打球はライトへ、この打球はフライになっています。最後はライトフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズ連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げています。7対0。これから4回バファローズの攻撃です。一方ファイターズはピッチャーが変わります。背番号13名畑が2番手としてマウンドに上がります。点差が大きく開いた場面での登板となりました。打ちました。センターに強い打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてセンターオーバー、一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。さあまず1球目、打ちました。中島一塁送球、アウト、ワンアウトです。この打席でシーズン本塁打記録更新とはなりませんでした。打ちました。高く上がった、頭上ぐんぐん突き刺さった、ツーランホームランが出ました。このホームランでシーズン最多安打記録を塗り替えました。初球でした。思い切り引っ張られた打球は特大アーチとなりました。ファイターズ追加点を許します。9対1、クリーンナップに一発を浴びてしまいました。バッターボックス金村、前の打席はしっかり捉えてましたからね、まあタイミングが合ってるようなんでここは注意が必要ですよね。うん、そうですね。このゲームはスタメン全員にヒットが出ています。里崎さん、ちょっと打たれすぎですよね。いい当たり、センター下がっていく、下がっていく、ボールはフェンスまで到達しました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、今日もマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。ファウルになります。バッターボックスの山本、今シーズン得点圏での打率は6割。打ちました。取った、一塁送球、ツーアウトになりました。バッターボックスは8番山下、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね、はい、ここはピシャーっと抑えてやり返さないといけませんよね、はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。打った、打った瞬間確信したか、ぐんぐん入った、ツーランホームラン、これがチーム2本目のホームラン。ストライクを取りに行ったところ、打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。ファイターズ追加点を許します。11対1、ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスには9番牧、バファローズこの回7人目のバッターになります。インサイド見送っています。外に決まりました。打ちました。伸びていく、この打球は落ちそうだ、ヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ツーアウトランナー二塁。際どいコース見送っています。打ちました。打球はセンターへ、ここは打ち上げています。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。11対5回の表。里崎さん、大きく離されて一方的な展開となってしまいました。どのようにご覧になってますか。まあ自ら流れをつかみ損ねてるっていうところもあるんで、なかなか厳しい戦いになってますよね。そうですね、この厳しい戦い最後まで乗り切ってほしい。打ち上げました、この打球はフライになっています。変化球に泳がされてワンアウトとなっています。バッターは3番デイビス、まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。そうですね、そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー1塁です。バッターは DH 小栗、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。引っ張った、
打球はライトへ。ここはフライになっています。ライト掴んで2アウト。この打席でシーズン本塁打記録更新とはなりませんでした。打席には5番バッター栗。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、ツーアウトになっています。低めの変化球は外れました。低め打ちました。セカンド取った。一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがバファローズ得点はありませんでした。11対1。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、一発が怖いですから、やはり低め中心のピッチングになると思いますね。ああなるほど、やはりバッターの特徴をついた攻め方ということですね。ここは打ち上げています。変化球に泳がされてワンアウトとなっています。バッターボックスには7番山本。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。アウトコース、ボール。打ち上げた、浅いフライ。ここはフライになっています。おっとボールが落ちている、落ちている。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックス山下。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、エラーでランナーを出しています。最初は変化球できました。ボールになります。打ちました。これはどうだ、三遊間抜ける。これで4打席連続のヒット。ワンアウトランナー二塁一塁。インサイド落ちました。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。ホームに送球する。これで3安打猛打賞。ワンアウト満塁です。これが1球目。初球打ち、さあどうだ。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁を回った。サードランナーホームイン。そしてセカンド追加点が入りました。オリックスバファローズセンター前へのタイムリーヒット。13対1。ファイターズなおも三塁一塁のピンチです。いきなり牽制セーフ。打ちました。ヒットになった。二塁はセーフ。サードランナーホームイン。バファローズ1点追加します。ライト前へのタイムリーヒット。14対1。ファイターズもうこれ以上点はやれません。打順は3番デイビス。さっきはいい当たりのヒットを打たれてますからね。ええ、ここはタイミングをずらすような工夫をしたいですよね。そうですね。打った、レフトに大きな打球。レフトバックする、バックする。スタンドには届きません。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。15対1。ファイターズピッチャーが変わります。4番を迎える場面でマウンドに上がったのはクモ。さあマウンドに上がったのはクモ。初球から際どいコースをついてきます。2球目打ちました。この当たりはどうか。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン。セカンドランナーも今ホームイン。バファローズが突き放します。右中間へのタイムリーヒット。ファイターズなおもピンチです。打順は5番クリ。打った、スタンド一直線、文句な、入った、ホームラン。ツーランホームランが出ました。これでホームランダービートップとの差は2本。初球でした。思い切り引っ張られてスタンド深くまで運ばれています。ファイターズ追加点を許します。警戒すべきバッターに浴びた一発となりました。バッターは6番金村。バファローズこの回は打者一巡の猛攻となっています。これも初球打ち、ファウルになります。三遊間
近藤掴んで一塁アウト。7番バッター山本、ツーアウトランナーありません。枠いっぱいに決めてきました。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。アウトコース空振りです。ノーボールツーストライク。さあ外してくるのか。これは一塁側のスタンドに入ります。打ちました。これは大きい。伸びていく。この打球はフライになっています。4球目打っていきましたが最後はライトフライ掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズ連打連打、打者一巡の里崎さん、だいぶ厳しい展開となっているんですが、選手たちはもちろんまだ諦めてはいませんよね。いやーもちろんですよね。打ちました。レフト下がっていく、下がっていく、フェンス直撃。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで5打席連続のヒット。ノーアウトランナー二塁です。ファウルになります。ここはスライダーを続けてもいいかもしれませんよね。なるほど。打ちました。ピッチャー取った。一塁へ送ります。アウト、ワンアウト。打順はトップに帰って大石、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね。引っ張った。近藤一塁へ。アウト、ツーアウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、存在感のあるバッターですけども、逃げずに思い切って攻めていくべきですね。初球打ち、ヒットになった。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。ライト前のタイムリーヒット。ファイターズもうこれ以上点はやれません。打席には3番バッターデイビス、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい、ここはピシャーっと抑えてやり返さないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。打った、大きな打球になった。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてフェンス直撃。バッターランナーは二塁まで進みました。これで5打席連続のヒット。ツーアウトランナー三塁二塁。バッターボックスには代打のブライアント。里崎さん、この場面で変えてきましたね。まあ相手は完全に突き放しにかかってますから、なんとか跳ね返したいところですよね。そうですね。さあ一度気持ちを切り替えて踏ん張ってほしいところ。打った、大きな打球になった。ライト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン。スリーランホームランが出ました。これで10試合連続のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。代打に浴びた一発でした。バッターボックスには5番クリ。前の打席はストレートを打たれたんでね、ここはどういうリードするかですよね。そうですね、そういったポイントを抑えた配球に。打った、中島掴んで3アウトチェンジ。しかしこの回バファローズ4点を追加しています。バファローズのリード広がっています。さあこれから8回バファローズの攻撃です。そしてファイターズはピッチャーが変わります。さあマウンドを任されたのは金子千尋、今シーズン28試合目の登板です。危ないボールですよね。ピッチャーの代わりっぱなは狙われてますから、甘い球でストライクを取りに行くと危険ですよね。なるほど、そうですね。ジャストミート、これは三塁側のスタンドに入ります。危ない球です。打ち上げました。ストレートに詰まってファールグラウンドへの当たりでワンアウトです。バッターボックスは7番山本、先ほどの打席はライトフライに倒れています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね。ここは慎重に行くべきでしょうね。そうですね、ワンアウトランナーありません。
切りました。ファウルボールです。ファウルになります。ボールになります。インサイド変化球外れます。打ちました。ライト下がっていく、下がっていく、どうだ、入りました。ホームラン、ソロホームランが出ました。これで8試合連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。打席には8番バッター山下。今日はここまでホームランを含む5安打の大活躍です。いやー、もう手がつけられない感じになってますね。打ちました。これは大きい、伸びていく、これはセンターの頭上を越えていきました。バッターランナーは2塁到達。これで6打席連続のヒット、ワンアウトランナー2塁となりました。これが初球。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球、これで3連打、ランナー3塁1塁となりました。バッターボックスには代打の羽田。里崎さん、この場面で変えてきましたね。まあ相手は完全に突き放しにかかってますから、なんとか跳ね返したいところですよね。そうですね。さあ一度気持ちを切り替えて踏ん張ってほしいところ。初球打ち、高く上がった、レフトが下がっていく、下がっ、入った、ホームラン、スリーランホームランが飛び出しました。これで3試合連続のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ファイターズ追加点を許します。代打に浴びた一発でした。打順は2番新井。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね、はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。落ちるボールはこれは外れています。打ちに決まりました。ツーボールツーストライクです。低め外れました。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。外れてフォアボール。ホームランの動揺が残っているか。ファイターズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは5番手の石川。さあマウンドに上がったのは石川。前回の登板では勝ち投手になっています。初球打ち、センターへ打球伸びる、この打球はフライになっています。センター掴んで2アウト。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。打ちました。右中間に大きな打球、これはどうか、ボールはそのままフェンスに直撃。ファーストランナー3塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。ファイターズもうこれ以上点はやれません。5番バッター九里。まずはボールから入りました。豪快なスイング打ちました。弾き返した打球はセンターへ。西川が掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。バファローズのリード広がっています。9回の表。さあ里崎さん、
だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、最終回になりましたね。まあ最後まで諦めないためにもここはしっかり抑えないといけませんよ。そうですね、いい形で攻撃につなげたいところです。2球目打ちました。さあどうだ、ヒットになった。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックス山本、先ほどの打席でソロホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、ヒットでランナーを1塁に置いています。高め打ちました。センターに大きな打球、この当たりはどうか。追いかけますが頭を越えました。ファーストランナー3塁回ってホームを狙う。3塁へ、ファーストランナー一気にホームイン。バファローズ1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット。ファイターズなおもピンチです。打順は8番山下。今日はここまでなんとホームランを含む6安打の大活躍です。いや、初球打ち入った。山下さらにダメ押しの一発、今シーズン第67号のツーランホームラン。これが今日2本目のホームラン。ファイターズ追加点を許します。9番バッター牧、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。バッターボックスには代打の吉田。代わりましてバッター吉田、背番号0。初球大きく外れています。ボール先行です。打ちました。大きな打球になった。伸びていく、どうだどうだ。センター深いところ破っていきました。バッターランナーは2塁到達。これで4連打、ノーアウトランナー2塁です。さあ初球は何か、まずはストライクを取りました。いいまっすぐですね。外のストレート、空振り、力のあるボールでした。すぐに追い込みました。変化球打った、わずかに左に切れました。ファールボール。ストレート打った、ショート正面取った、一塁アウト。ランナー二塁は変わりません。バッターボックスには2番新井、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。ライトへ持っていった、ワンバウンドヒットになった。セカンドランナーサードキャンバスを蹴った。中継にボールが送られる、セカンドランナーホームイン。バファローズ追加点。ファイターズさらにピンチが続きます。バッターボックスには3番デイビス。バファローズこの回7人目のバッターになります。まず際どいコースをついてきました。これが2球目、打った、一塁へ、一塁アウト。ツーアウトランナー三塁と変わります。バッターボックスには指名打者のブライアント、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやる、センターへ持っていった、ここは打ち上げています。掴んでスリーアウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回バファローズ4点を追加しています。残念ながら日本ハムファイターズ敗れてしまいました。
札幌ドームです。パシフィックリーグ公式戦、北海道日本ハムファイターズ対オリックスバファローズの25回戦です。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。長い長いペナントレースも西さん、ついに最終戦となりましたね。いや今年も終わりですね。まあ本当にね、振り返るとあっという間なんですけどね。本当にそうですよね。引っ張った、取った、一塁送球アウト。微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。さあバッターは新井。この打席でホームランを放てば今シーズン30本。西さん、30本目前となりましたね。まあここで決めたいですよね。そうですね。さあ30号となるのか。阿部、ツーアウトになりました。このデイビス、ここのところ5試合で打率は6割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。いや、よく打ってますね。打席でも余裕が感じられますし、力みのないいいスイングをしてますよ。なるほど、ここはその好調さを見せたいところ。これが3球目、3球目見送っています。ボール、引っ張った、サード取った、一塁アウトで3アウトチェンジです。この回バファローズ三者凡退です。2回の表、追いかけるバファローズの攻撃。バッターは DH 小栗。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。さてファイターズの先発は上沢。ここまで17試合に登板して5勝5敗という成績。前回の登板は6回3分の1を投げて自責点3、勝敗。変化球空振り、まず1つアウトを取りました。この打席でシーズン本塁打記録更新とはなりませんでした。初球打ち、下がっていく、下がっていく、ライトポール際、判定はファウル。いい角度で落ちました。あっという間に2ストライクです。引っ張った、取りました。一塁そのまま入ってアウト。この打席でシーズン安打記録更新とはなりませんでした。引っ張った、これはどうか。石井、これで3試合連続安打。ツーアウトランナー一塁。バッターは山本。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。ヒットでランナーを一塁に置いています。一塁はセーフ。大きく枠を外してきます。打ちました。ここは打ち上げています。上沢が抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたがバファローズ得点。3回の表、追いかけるバファローズの攻撃。バッターは注目のルーキー山下。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。ファイターズリードで迎える3回です。打った、左中間に大きな打球、レフトセンターバックする、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。ファイターズ1点差に詰め寄られる一発を浴びました。低めのボール、前でしっかり捉えられた打球はスタンドまで届いてしまいました。ファイターズ点差を詰められます。2対1になりました。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。これで1点差に迫られました。バッターは牧。昨日のゲームで4安打を記録しています。前の試合は調子が良かったですよね。ええ、さあこの調子を維持していけるか。ファイターズ追い上げられています。西さん、ここは追い上げたいですね。いや、このチャンスはね、つなぎたいですよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。同点のランナーを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。送りバントでしょうか。バットには当たりませんでした。バントして当たりません。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。なるほど、さあバッターは何を待っているか。アウトロー外れます。内野はバント警戒してませんね。ゲッツー体制打ちました。これはどうか。このフライはどうだ、落ちるか。
ワンバウンドヒットになりました。これで3連打、ノーアウトランナー3塁1塁。さあファイターズ同点のランナーを背負った場面です。1塁はセーフ。初球は何で来るか。ランナースタート、キャッチャーは2塁へ、セーフ、盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。さあどうだ、ファウルです。バッターの新井、今シーズンの得点圏打率は5割9分5厘。右持っていった、ライト深いところ破っていきました。サードランナーがホームに帰っていきました。セカンドランナーも今ホームイン。バファローズ逆転しました。3対2ファイターズ、なおもピンチが続きます。警戒すべき相手だったんですが、ここで逆転打を浴びています。早くも逆転されてしまいました。さあそして打席にはデイビス入ります。さあなおもピンチが続きます。打ちました、痛烈、これはスタンドへ入りそうです。切りました、ファウルボールです。打った、伸びていく、どうだ、入れば貴重な、ポール際切れました。入っていれば貴重な追加点というところでした。空振り、ここはランナーを変えさせません。まず一つアウトを取りました。さあそしてバッターボックスには小栗入っています。さあアウトカウントが一つ増えましたが、ピンチは続きます。いいコースですが外れています。アウトコース、ファウル、追い込んでいます。ワンボールツーストライク、ここもファウルです。次が5球目、打ちました、これはどうだ、上沢一塁送球、アウト、ツーアウト。この打席でシーズン本塁打記録更新とはなりませんでした。まずはボールから入りました。内へ、これは決まった、これは変化球。次が4球目、打ちました、取った、一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回バファローズ貴重な得点でリードしました。3対2バファローズが逆転。回は4回の表に入っています。バファローズの攻撃、打席には6番バッター金村。先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。ファイターズ1点ビハインドで迎える4回です。2球目打ちました、伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加点、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、レフトスタンドに運ばれてしまいました、ホームランです。試合中盤徐々にリードを広げられています。バッターは7番山本。ファイターズこの回追加点を許しています。まず何を投げてくるか、打ちました、取った、一塁へ送ります。アウト、際どいタイミングでしたが一塁アウトです。バッターボックスは8番山下、先ほどの打席でソロホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、一発打って乗ってると思うんで、ここは慎重にいきたいですね。はい、今度はきっちり抑えたいところ。ファウルになります。打ちました、ここはフライになっています。キャッチャーが構えます。石川が掴んでツーアウト。バッターボックスは9番牧師、先ほどの打席でヒットを放っています。ツーアウトになっています。初球空振りです。ボールになります。さあ3球目は何か、打った、高く上がった、伸びていく、どうだ、どうだ、レフトが追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは2塁まで進みました。これで2試合連続のマルチヒット、ツーアウトランナー2塁。
初球は何から入ってくるか。初球から際どいコースをついてきます。切りました、ファウルボール。バッターボックスの大石、今シーズン得点圏での打率は5割5分4厘となっています。クリーンナップ打ってもおかしくないすごい数字ですね。ここもやってくれると思いますよ。はい、期待しましょう。惜しいですね。いいボールでしたけどね。はい、ストレートわずかに外れてボール。フォアボールのランナーを出しました。まあここはね割り切ってね次のバッターで勝負ですよ。はい、さあそして打席には新井入ります。さあなおもピンチの場面、ライトへ、面白いところに飛んでいる。ここはフライになっています。掴んで3アウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回バファローズソロホームランで追加点を挙げています。4対2。5回の表、オリックスバファローズ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。デイビスバッターボックスに入ります。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。ファイターズリードで迎える5回です。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。バッターは DH 小栗。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。噂はまずは先頭バッターを三振に仕留めています。空振りになります。ノーボールツーストライクです。次が3球目。インサイド落ちました。これはどうか。噂はツーアウトになりました。この打席でシーズン本塁打記録更新とはなりませんでした。さあまず1球目、初球空振りです。打ちました。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。これでシーズン最多安打記録を塗り替えました。ツーアウトランナー一塁。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。三塁へ送球する。これで2試合連続の猛打賞。ツーアウトランナー三塁一塁。一塁の同点のランナーを盗塁で進められたら大きいですけどね。なるほど、そうですか。おっとどうだ。これはファウルになりそうです。右に切れてファウル。バッターの山本、今シーズンの得点圏打率は6割3分1厘となっています。いやーすごい数字ですね。頼もしい限りですね。ここも期待十分ですね。そうですか。ストレート打った、ボテボテのピッチャーゴロ。掴んだ、一塁送球、一塁アウトでスリーアウト。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。ランナー出ましたがバファローズ得点はありませんでした。札幌ドームからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。追いかけるバファローズの攻撃、8番バッター山下。今日は打ちました。高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、突き刺さった、ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。初球でした。思い切り引っ張られた打球は特大アーチとなりました。ファイターズ点差を詰められます。6対5になりました。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。これで1点差となりました。バッターボックス牧師、今日はここまでマルチ安打を記録しています。もう打たせてはいけませんよね。これ以上バットを乗せるわけにはいきませんから。高めのボール打ちました。打球はセンターへ。センターが取りました。打順は1番に帰ります。バッター大石、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ワンアウトになっています。ピッチャーちょっとどうでしょう、疲れも見え始めたよ。センターに抜ける。これで3試合連続のマルチヒット。ワンアウトランナー1塁です。ご覧いただいています、これはピッチャー不用意でした。さあ同点のランナーを一塁に背負います。バッターボックスには新井、そして一塁ランナーは俊足の大石。ここは牽制を入れて警戒しておきたいですよね。本当にそうですよね。
まあ、向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど、そうですね。3球目は何で来るか。高めのボール、さあどうだ。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。三塁送球、ファーストランナー一気にホームイン。同点に追いつきましたオリックスバファローズ、6対6、振り出しに戻ります。非常に速い打球でした。ここでタイムリー、得点を奪われました。ここで追いつかれました。同点です。さあファイターズ、勝ち越しのランナーを背負った場面です。今ちょっと嫌な流れになってますから間を取って打った。セカンドの左、センター前へ抜けていく。サードランナーホームイン。バファローズ勝ち越しました。7対6、ファイターズリードを許します。バッテリーは警戒していたはずですが、ここで勝ち越しのタイムリーを打たれてしまいました。ちょっとサイン通りの投球ではなかったですよね。このゲーム中盤、ここでリードを奪われます。バッターボックスには指名打者の小栗。ファイターズこの回リードを奪われました。マウンド上ピッチャーちょっと疲れてきたか。変化球が高めに外れています。西さん、ここは走ってこないんでしょうか。いや、まだ分かりませんね。まあ、カウントを見て打った。大きな打球になった。この当たりはどうか。右中間を深々と破るヒットになりました。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。バファローズ1点追加します。右中間へのタイムリーヒット、8対6、ファイターズなおもピンチです。ここは甘いコースを狙われました。得点を許しています。ちょっと簡単にね、行き過ぎたかなって気がしますね。試合中盤、徐々にリードを広げられています。ファイターズここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手の久保。バッターボックスは5番クリ。ファイターズこの回4点を失っています。さあ、またもや試合をひっくり返され、なおも得点圏にランナーを背負います。変化球を狙ってたんでしょうかね。そうですね。真ん中のボール打った。ワンバウンドヒットになった。2塁ランナー3塁も回った。セカンドランナーホームイン。バファローズ追加点を挙げました。9対6、ファイターズこれ以上離されるわけにはいきません。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。試合中盤、徐々にリードを広げられています。打順は6番、金村。今日はここまでホームランを含む猛打賞を記録しています。バッター今日当たってるんで慎重にいかない。初球打ち、これはどうか。この打球は落ちるか。どうだ。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。バファローズ1点追加します。見事なタイムリーヒット、10対6、ファイターズもうこれ以上点はやれません。これ以上点を与えるわけにはいかなかったんですが、ここも抑えきれず得点を許しました。点が入りました。リードを広げられています。さあ、そしてバッターボックスには山本入っています。さあ、ランナーを得点圏に背負っています。厳しいコースでした。まずは見送ります。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。打ちました。ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。こういった形で攻撃の流れを切っていきたいですよね。真ん中打ちました。この打球はファールグラウンドへ切れていきます。ファウル。バッターボックスの山下、今シーズン得点圏での打撃。痛烈な打球、高、入った。ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ファイターズ追加点を許します。
12対6。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。点が入りました。リードを広げられています。バッターは9番牧。ファイターズこの回リードを許しています。初球打ち、ヒットになった。今日も3安打猛打賞。ツーアウトランナー1塁、打順はトップに帰って大石。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。1塁牽制セーフ。横への変化球が決まります。打ちました。これはどうだ、破りました、センター前。これで3試合連続の猛打賞。ツーアウトランナー2塁1塁。初球は大きな変化球、ボールになります。打ちました、高く上がった。センター下がっていく、下がっていく、センターオーバーのヒットになりました。セカンドランナーホームイン、ホームに送球する。ファーストランナーもホームイン。追加点が入りました。オリックスバファローズ、センターオーバーのタイムリーヒット。14対6。ファイターズもうこれ以上点はやれません。3番バッターデイビス、先ほどの打席で勝ち越しタイムリーを放っています。いや、いいところで打ってくれましたよね。まあちょっと余裕も出てきたんじゃないでしょうか。はい、この打席も期待し、打ちました。これはどうか、ショート取った、一塁へ。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズ貴重な得点でリードしました。14対6。西さん、点差的には少し厳しい状況になってきましたが、いかがですか。まあ今日の試合厳しいですね。まあただね、打撃陣は頑張ってほしいなと思いますね。踏ん張りに期待しましょう。ファウルになります。まあここは際どいところも打っていかないといけませんね。なるほど、そうですか。打ち上げた、これは浅いフライ。ここは打ち上げています。3球目打っていきましたがセンター掴んでワンアウト。バッターボックスクリ、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや勝負強かったですよね。はい、ここは気持ちも乗ってると思いますね。そうですね。クモン、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました、内野を抜けていきます。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー1塁となりました。ファイターズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の金子千尋。今日はバッティング絶好調。この打席で3ベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。さて西さんも1999年に対広島戦でサイクルヒットを達成されていますが、当時を振り返っていただいていかがですか。最後はホームランだったんですけども、ラッキーでしたね。アウトロー外れます。ボールになります。5球目は何で来るか、落とすボールで空振りを取りました。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。インサイド、打球はレフトへ。この打球はフライになっています。杉谷が掴んで2アウト。バッターの山本、ここ5試合で打率は6割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。文句なしの活躍ですね。なるほど、そう、引っ張った、これはどうだ、ファーストの横抜けました。山本、今日の初ヒットがここで出ました。2アウト2塁1塁。まず変化球決まってワンストライク。痛烈、切れました、ファールボール。これが3球目。3球目打ちました、ワンバウンドヒットになりました。バックホームする、これで3打席連続のヒット。ツーアウト満塁です。これが1球目、引っ張った、ヒットになった。サードランナーホームイン。バファローズ1点追加します。レフト前へのタイム